っていうところですね。それ実際に物と心が自分と一枚になっているか、自分は本当にそれを全く無駄にせず 100% 活かせているかという問いかけ、問いかけ自体がこの対法偏正であって、それの態度ですよね。この対法偏正の態度こそが、まあ、先ほどから最初からですけど僕が好きな言葉といった精々細かく丁寧に誠、丁寧に心を込めて行うんだ。これも3回も出てきてますからね、この僕のパートだけで。どれほど大事に道元禅師も表現してるか分かると思いますけど、この精誠な態度というのが太政一遍になるために、太保偏正して、太保偏正したからこそ太政一遍になるという、これが精誠な態度で天祖という職業、職務を行うことなんだということなんですよね。そのために、まあ、この文で何回もいろいろ戻ったり行ったり来てるんで分かりにくいんですけど、そのためには心猿意馬、自分の暴れ回る心の感情の猿だったり思考の馬だったりっていうのを一旦歩みを止めさせなければいけない、実際の姿を偏正照らし返さなければいけない、そういうことが修行の在り方として何回も何回も繰り返し繰り返し言われてる。僕のパートだけでもいろいろもうぐる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 回って言われてるわけですよ。だから実際の自分は、偏正した場合の実際の自分っていうのは非常におざなりなんですよね。実際にできたとしても、いや彼がこれができなかったから自分が実際できてるかって言ったら非常におざなり。自分もそんなの実際にできてる、文句は言われないかもしれないけど、それが完璧かどうか言ったら全く完璧じゃない。そこで自分が完璧じゃないからでもできてるからいいやとはならないはずなんですよ、修行者なので。昨日の神田さんのパートであった、そこでだからこそ苦毒海中一滴もまた譲ることなかれ、苦毒の水はもう一滴も残さず自分で汲み取る、善根三条一時もまた積むべきか、その善根良きことをするんだったらそういう良きことの山に一粒でも自分で修行という砂をまくんだ、という修行のあり方を太保偏正太政一遍という言葉で、まあ、昨日に引き続き道元さんが言ってるのがここのパート、まあ、図がちょっとあんまりねうまいかどうか分かんないですけど、まあ、こういう僕は理解の仕方をしてます。言語化しているところを満足しないで非言語化のところで満足するまでという理想に向かう方向性をここの天祖教訓から読み取りました、まあ、ということでこれを一旦これ全体をまとめしましたけど、まだちょっと残りがあって、その残りも非常に今までのやつとつながって重要なので残りに行きますけれども、1、これすなわち物の所定を被るとも、すなわちそのものを転ずるの手段なりっていうところから、これ最後の方ね、あと4行ぐらいですね。これが太政一遍になった後の話です。太政一遍になったとしたら、物と自分の心の在り方、修行の仕方が一枚になっているのであれば、これが物の所定を被るともは、物がいろんな状況ですよね。材料や道具やいろいろ状況が変わる。もう夏野菜が全然ない。だけれども、もう道具もこれもない、何も作れないという状況もあるかもしれないし、もう材料がありすぎる、もう道具も何でもあるから何でも作れる、自分の努力次第という状況もあるかもしれない。そういう状況の移り変わりを実際に自分で体験することがあったとしても、この太政一遍の状態であるから、だからこそよくそのものを転ずるの手段なり、太政一遍でさえあるならば、その変化する状況においてもその状況を逆に生かして転じて背負い投げしても、それで天祖という職務を全うしていくんだっていう意味です。実際にでもここで言うと、なんか万が一こんな状況が起きたら大変だけど、これやっとけば君は大丈夫だよっていう意味に聞こえますけど、万が一っていうことではないです。物の所定を被らないときは僕はこれないと思いますね。物の所定を被らずに、もう毎月この時期のこの日には絶対にこの料理が出せるぐらい材料があって、絶対この料理出せば絶対みんな満足、 100% 完璧な修行っていうテキストも全くないし、決まりも全くない。なのでどんな時であっても、今1分1秒どんな時であっても決まった理想というのはありえない。自分でそこは探していかなければいけない。だからこそこの太政一遍というのが必要になるし、
打上一辺で内から見た自分の理想が分かってる、なんでラクスが大事か分かっているならば、本当に絶対分かっているならば、確かに 100% 忘れないというところまでいけるんですよ。だからそこの理想に向かっていける。だからこれがすなわち物の書店を被るとも、どんな状況であってもよくそのものを転ずる、実際に自分が対象としているものや人、ことと一緒にそれをうまく使って修行していく、むしろそれをうまく利用して 100% 自分もそのものも対象も生かしていけるんだという一文です。はい、その次に行くと、核のごとく超は上月にして一見両言を失することをなかれ。核のごとく超は上月、これも心のあり方ですよね。調和、調和っていうのは物と心の調和している様を言って、上月もさっきから出てきている通り正常高潔、自分の心に混じり気がない、完全に清潔な状態である。そういう状態であるからこそ、まあこのラジオ一辺という状態であるからこそ、一見両言を失することなかれ。一見両言っていうのは一つの目と二つの目って意味ですけど、一つの目っていうのは一石眼、真実を見通す目ですよね。真実を見通す目だけれども、二つの目によって偏りのない目、一辺に偏るところがない目っていうことで、一番最初の高所は公平、低所は底平ありましたけれども、その高所低所高い低いの違いは分かる。一石眼だからもうそれは真実見通しと、あそこは高い、あそこは低い、これは分かる。ただこの両言によって、偏りない目によって、あそこは高いけれど高いとこは高いところで、低いとこは低いとこ、偉い人は偉い人で、新人は新人、これの平等と差別というところがしっかり分かるのだ。だからこの生かすべき材料を生かすべき材料として取り扱う、腐りかけは腐りかけ、新しいは新しい、腐りかけは腐りかけだから今は使う、新しいは新しいだから今は保存する、今は使う、これはだからもうその時その時しか、その時しか分かんない、一元両元を持ってしてみないと分からない。なのでこの一元両元を持った上で、調和上結打上一辺になって修行するんだ。次に行くと、一教祭を念じて上六神をなし、上六神を称して一教祭となす。一教祭はさっきの一教祖と同じ意味ですね。一つの草の葉っぱのようなもの、これを手に持って念じて、上六神は一乗六尺の神、この3メーター50ぐらいの身長のことですけど、お釈迦様のことですね。お釈迦様の当時は普通の人の身長が180弱で、それの倍の360センチぐらいの背がお釈迦様だったんだということから、お釈迦様のことを上六神って言ってます。でこれ上六神となし、上六神を称して、上六神にお願いして、お釈迦様にお願いして一教祖となす、草一切れとなすんだ。これは上六神というのは仏であって、仏というのはもちろん理想の修行者ですから、理想の修行者っていうことであって、理想の修行者とは何か、理想の修行とは何かがこの打上一辺ということで言われてると言いましたけど、この上六神というのはこの打上一辺とイコールして考えてもいいと思います。この一つの草の葉っぱを持って、この打上一辺になる、打上一辺となし、その打上一辺にお願いして、打上一辺にお願いして一つの草となすっていう意味、理想の修行のあり方を、その一教祖を取った時に、理想の修行のあり方にお願いして、一教祖にこれに理想の修行をしてくれっていうことを思うんだっていう意味で、まあ上六神お釈迦様を使っていってます。一教祭を念じて上六神となし、上六神を称して一教祭となす。神通および変化、仏事および理想するものなり。神通、神の力のような不可思議なものですよね。不可思議、もう自分の思考の及ばない、なんでそんなうまくいくんだろうというような、神の力のようなもの、そういったような力ということ、あとは変化、自由自在に自分の身を変えて、その時その時の状況に対応していくような、そういうようなもう超人的な力、それこそが、まあ、これなんだ、こういう修行のあり方なんだ、こういう修行のあり方はそういうものすごい超人的な力なんだ、それこそがまた仏事である、仏のなすことであるし、理想するものなり。理想っていうのは主情を利益するっていう意味ですよね。他の人、主情、まあ、他の人でも物でも材料でもそれを利益するというのは、まあ、こういう修行のあり方なんだ、自分の精製な心の持ち方で行う天蔵の職なんだ、
そして最後のところに行くと、すでに整え終わってすでに便事、すでに用意、食事の用意をして、食事の用意が終わってすでに片付けた便事たならば、便事得て那辺を監視斜辺に置き、あちら、那辺ってのはあちら、斜辺ってのはこちらって中国語の口語らしいですね。これ片付け終わってあっちを見てこっちに置いて、まあ、そしてもうこれキッチンが全部終わりましたっていうことですね。天然の仕事が全部料理作ることに関しては終わりましたっていうことで、ここから句を鳴らし、章を鳴らしでありますけど、意味合い的には太鼓が鳴ったり鐘が鳴ったりしたら、その太鼓を鳴らすっていうのはこれから法話が始まりますよとか、鐘鳴らしたら座禅が始まりますよっていう合図ですよね。そういうのが鳴ったりしたら、主に従い、三に従って長母新三子一も帰結することなかれ、みんな大主に従って、三前者のみんなに従って、みんなと一緒に座禅して、長母新三っていうのがありますけど、朝も暮れも師匠に教えを請う、参禅するということをみんなと一緒にして、一も帰結することなかれ、一つもサボってはいけないよ、天蔵だからって言ってみんなと一緒に修行 しなくてもいいっていうことはないと、みんなと一緒の修行をしながらなおかつ天蔵という修行をしなさいというところで、ここまでが私の今日の、はい、輪行です。ということで、これまとめを途中に入れて、ちょっと最後の方にまあそんなにまとめの方のやつの引用だけで終わってしまいましたけれども、内容的にはこれで一応全部は通せたと思います。はい、私の方からとりあえずこれで終わりますけれども、いつも通り質問、ご意見などありましたらお願いします。ちょっとまとまってないんですけどいいですか。はい、お願いします。これ逮捕編章でこの2つのやつがすごい面白かったんですけど、はい、でその内から見るっていうのは、いわゆるその 100%じゃないけど、その生かしきるっていうところで例えられてましたけど、はい、それで要するにそのどこまでに限界を作るかみたいな話でもあるっていうことですか、はい、要するにそうですね、やっぱりその物理的にこれが限界とかこれが理想っていうのが言えないっていうところにおいて、この内から見るっていう逮捕編集が私の中で OK になることはないんですよね、うん、あ、これが OK になるのはここだけなんですよ。お経通りに俺はやってるって思えるんですよね、多分文字だったら、文字だったら、まあ、一歩進んでって言われたら一歩みんな進むと思うんですけど、この内から見るので、この一歩を進むっていう意味が実際に自分で実行できてるかっていうのを心の中で考えた時に、お経には確かに一歩進むとしか書いてないかもしれない、でもそれを言うことで、じゃあ何が言いたかったのか、自分が理解し一歩進んでるかどうかは分かんない、この内から見っていうのが分かんないっていうのが僕は大事なんですよね。すごい分かる、すごいなんかそうだなと思ったんですけど、はい、先祖とかにしても、でその反対として、例えばなんだろう、例えば座禅とかで言っても、はい、多分内から見たらそのどこまでも突き詰めるみたいな話になるんですけど、うんうん、で特に職人であったりとか、神田さんが昨日おっしゃった築山次郎もこう満足せずと握り続けてるとかってのもあるんですけど、うん、例えばでもそうとは違って、例えば内山老子とか見ると最後の方とか念仏でもいいみたいな感じに なってたりもするじゃないですか、はい、そういう職人の方も結構いて、そのなんていうんですか、僕もその内からその満足はなく本当に OK は出ないって言ってましたけど、はい、なんですけど、そういう人たちもいるわけじゃないですか、はい、そことかっていうのはなんかどういうふうに考えてる、そのやっぱり満足は出ないっていうところが、僕はもうそれこそが打上一辺だと思うんですよね。満足が出ない、それで満足してしまった時には、これはもう逮捕返上、こっちは確実に消えていると思うんですよ。僕はもうお経通り、先輩通り、師匠通り、世間に評価もされてる言葉で表したところでは全部うまくいってるんだっていうところで満足してしまっただけでは、この下側からの対応編集ができてない、まあ、つまりそれはもはや打上一辺ではないと僕は理解してます。なのでそこの自分に満足せずに自分の今の状況を照らし返すっていうのは、自分に満足しないからできるんですよ。自分に満足してしまったら、あ、今俺は大丈夫かな、対応編集する機会がなくなると思うんですよね。でそれが一番なくなってるっていうか、なくなりやすいのが我々まあ、その先輩たちですよね。先輩、人を指導する側において、やっぱり人の非はすぐ目につくんですよ。いやもうこれはもう全然ダメだ、あいつ何もできてない、すぐこんなの誰でも言える、これは僕たちがこれをよく知ってるからですよ。お経も知ってるし、先輩の言葉も知ってるし、師匠の言葉もよく聞いてると。
いろいろ記憶にあるから、それを自分で実際行っているから、まあ、それは人の日もよく見つかる。ただその人の日を見た時に自分でその人の日を責められるかどうかぐらいまで自分の内を照らし返すっていう機会を持つには、あ、本当に大丈夫かなっていう、ここの光が大事だと思うんですよね。自分は本当にそれでいいのか、そこにおいてもう一度逮捕を延焼した時にこそ、まあ、この打上一辺を行じ続けることができる。これが行じることができなかったら修行が成り立たないと思うんですよ。だから修行が成り立たないっていうことは、もはやもう仏道修行ができなくなってしまうって、こういうことになってしまうので、こっち側からの光がなくなってしまう、まあ、つまりお経や先輩や師匠の言うことを完璧にできてそれに満足してしまう、その状態で終わってしまったら、その人はもう仏道修行が行ずることができなくなってしまうっていう状況に陥ってしまうと思うんですよ。で、一生仏道修行をやる、修行こそが悟りなんだっていうんであれば、この打上一辺を一生やんなきゃいけない。一生やるためにはこっち側からの、内側からの逮捕・延焼をなくすことがあってはならないっていうことで、我々